チェロ競争曲第2番二丁調作品101方冒険バイブにはフランツ・ヨゼフ・ハイドンが1783年に作曲したチェロ競争曲1961年に第1番の筆者譜が発見されるまでは作曲者唯一のチェロ競争曲として知られていたハイドンは全部で6曲のチェロ競争曲を作曲したと言われているが 第3番とと単調は紛失し、第4番と第5番は偽作とされているため、ハイドンの新作とされている、チェロ競争曲は第1番とこの曲のみである。ハイドンは1761年から1790年にかけて、ハンガリーのニコラウス・エステイルハージ公に仕えていた、間に数曲のチェロ競争曲を作曲したと言われている。しかし規模や内容の点で、 有名な第1番と第2番が際立っており、一般にハイドンのチェロ競争曲といえば、この2曲を指すのが普通である。第2番は20世紀の中頃に、第2番はハイドンの作曲の弟子で、チェロの名手として、エステルハージ公の楽団で活躍していたアントン・クラフトのために書かれたという。クラフトの息子であるニコラウスが、自分の父が、 本当の作曲者だと証言したことによって、一時は偽作説まで流布したが、ハイドン自身の思考譜が1954年にウィーンで発見されたため、現在この偽作説は否定されている。自筆譜が発見されるまでは独創チェロ、オーボエに、ホルンに、言語部が一般的であったが、これは出版譜に記された編成であり、当時は交渉が全く行われていなかったために、 出版社が勝手に想像して、この編成に仕立て上げていた。現実に、自筆譜に記されていたのは、オーボエに、ホルンに、第1バイオリン、第2バイオリン、ビオラ、独創チェロ、そしてバスの編成であることが判明している。この事実は、自筆譜が発見されるまで知られることはなかった。エステルハージの雇った、弦楽器奏者の数は、出入りが、激しく、必ず第一と、 第2バイオリンを2人にした12人で演奏しなければならないということはない。作曲当時、言語部という概念はまだ存在していなかったが、この競争曲が西洋音楽史上初の弦楽パートが五部に独立した楽曲である可能性はある。主公府の第3楽章に付けられたソロという正し書きは主題が独創チェロのみで演奏されることを意味し、 言語部の中のチェロを使用するという意味ではない。主考部によくあるバッシュというのは楽器奏者の数が複数いるという意味ではなくバスの全員を意味する。音部記号は第一楽章と第三音楽章に針のようなものがついているがこれは1オクターブ下げる楽器も含むという意味である。第二楽章は実音で奏されるためコントラバスは不要になりバスーになる。 主考符が発見されるまで、この事実は知られていなかった。全山岳小構成、演奏時間は約25分。ありがとうございます。